ゴルフネットワーク。超ご多忙な女子プロゴルファーのオフシーズン、それをただひたすら追いかける。でも撮影期間はたった1日、しかもほんの数時間。限られた時間の中であれを守って、ただただカメラをぶん回す。プロのフォトグラファーの力も借りて、とにかくとにかく選手に迫ります。それがこの番組、3週連続オフに潜入、女子プロスペシャル。今回のターゲットはこの方。追跡させていただきたい。追跡ご存知、原恵梨香さん。この日はここジャガーランドローバー柏でイベントと各社の取材対応。カメラはその前後6時間原さんに張り付きます。時刻は10時45分。さあ今回のイベントの打ち合わせが始まります。走っていただくオフロードコース4ポイントあるんですけども、バナナなんですか。はい、すごい。この急激なやつを体が寄るんです。イケボ。そうなんです、原さんオフロードコースで運転にチャレンジするんです。しかもそのコースがなかなか本格的。オフロードはもちろん初めてのはずの原さん、大丈夫？これ2回目です。え？あ、これ見るのですか？あ、これするのですよね。え、運転？あ、違う。噛み合ってなかった。すみません。運転したことはないです。初めてです。不安になるほどの天然ぶり。ま、とにかくオフロード初体験。行ってみましょう。よいしょ、はい、行きます。じゃあね。最初のポイントは50センチのコブが並ぶデコボコ道。うわうわ、原さんも初めての割には楽しそうです。続いてはバンクと呼ばれる傾斜道。これすごいな。いや、一歩間違えたら横転しかねないほどの車の傾き。やばい、落ちる。よいしょ。怖い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 。落ちてくらいで。言葉とは裏腹になんだか嬉しそうな原さん。この強心臓がゴルフの強さにもつながっているのかも。とここでくるっと切り返して次なる難関へ。今度はムキッと反り立つ丘。これやばい。車内に設置したカメラも落ちるほどの急勾配。それでも怖い怖い怖い。ちょっと待っていい、はい、どこ行った、いなくなった、大丈夫か。さらにカメラを仕込み直してくれるほどの余裕っぷり。あざっす、はい、続けて今度は上りより怖い山下り。あ、怖い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 。ティンリンティンリ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 ン、ジェットコースターだこれ、はい、ここでも謎の余裕を見せる原さん。しかし下りの途中で停車の指示が。どうですか、ベルト効いてますよね。効いてます、はい、じゃあここでブレーキを離してみますね。3、2、1、はい、離して。あどうですか。まさにフリーフォール。すごいですね。はい、
最後の関門は池。行きます、行きますよ。うわ、ここでこの日最大の恐怖が原さんを襲うことに。怖い、もう手に届きそう。想像をはるかに超える深い池に沈みそうなランドローバー、果たして原さんのリアルビビリを拝むことはできるのでしょうか。気になる続きは本編で。オフロードで盛り上がった後はようやくのブレイクタイム。この日のランチは大好物のエビ。すると、うん、めっちゃ洗ってきたね。あと3分で行けます。そう、原さんはオフシーズンであろうとも食事であろうとも何事にも一生懸命。周りのスタッフやスケジュールを気遣い、激早でランチを完食。さらに余った時間でコツコツサイン。意外と言ったら失礼かもしれませんが、こんな真面目で努力家な一面が彼女の強さを支えているのかもしれませんね。そしてもう一つの発見、意外に猫舌。番組の最後にはプロのフォトグラファーが撮ったこの日の写真から最高の一枚を原さんがチョイス。ロバかわいい。これもちょっとじゃあ候補として。試合ではなかなか見られない前回のプリティとオフシーズンの中で垣間見られるその強さの秘密、原エリカの魅力がぎっしり詰まった3週連続オフに潜入女子プロスペシャルの完全版はゴルフネットワークで放送見逃し配信。皆さんぜひご覧ください。ねえ、なんで？ねえ、道間違えた。きっともっと原さんは好きになっちゃうはずです。